こんにちは、ミサイムさん、速稼塾の久保です。今回動画3本上げてくださいましたね。まあ実はですね、この動画が上がる瞬間に私のところにも更新通知が来るんで、その瞬間見せていただいたんですけども、あの花屋龍馬さんっていうのね、動画とっても良かったと思います。あのモノモスって感じでね、見てみたらなんか内容はとっても好意的で、このギャップがですね、あのドキドキと安心を呼ぶんではないかなと思います。だいたいモノモスって言ったらなんかね、いけないこと言われるんじゃないかなと思って恐る恐る見るんですけども、内容はとってもね、好意的だということで、このギャップがね、花屋龍馬さんから見てもミスター M さん好感度アップなんではないかなと思います。そしてですね、筋トレの動画なんですけども、例のあのお面とかの著作権の問題ですよね。著作権の問題はあの本当に曖昧なところが多いんですけども、著作権者が申し立てた時だけ、それにね対応しなければならないということになります。まずは例えばですね、なんですかね、まあ、動画の削除なり修正なりっていうのをやれば問題なしということになります。つまり言われた時にやればいいっていうことになってくるんですよね。ただこれもですね、本当にそうなのかって言ったらそうでもなくて、著しく著作権者の名誉をね損なうものとか、差別的内容を含んでいるものに関しましては一発でアウトくる可能性もあるんですよね。そしてですね、著作権者が申し立てなくても YouTube Japan がこれは著作権上良くないなって判断すると、その別の YouTube Japan のオリジナル規約で動画が非公開になる可能性もあります。ですんでね、やっても大丈夫だよって私の立場から言えませんけども、もう私は結構ね気にせずやってるかなってところでございます。もちろんね、人の名誉を損なったら人の利益を毀損するようなことはしませんけどもね、例えばですね、一番問題になるのが音楽とかなんですよ。音楽をそのまま一曲まるまる自分の YouTube で誰かのね著作権になるものを上げちゃうと、人のその音楽が売れるチャンスをなくすってことによってですね、結構ね、民事での損害賠償請求が結構大変なことになるんで、まあ、使っても一部とかね、なんかアレンジしたものとかね、そういったものに留めておくかなってことでございます。一番いいのがフリーの音楽素材使うことですよね。その点ミスター M さんはきちんとね、著作権にも配慮してオリジナルのものを使ってるんでいいんじゃないかなと思います。で、例えばね、なんかちょっと話飛びますけども、そのダンベルとかって著作物なはずなんですよ。あのデザインとかロゴとかね。でもまああれは問題なんないですよね。ということなんで、著作権を持ってるものがどんどん使ってもらったら宣伝になるからいいやって考えるか、それともこの人の動画はちょっと気に障るから、ちょっと、ね、申し立ててやろうかなって思うのかって、そういうところが多いんじゃないかなと思います。でもまあ基本的にですね、なんですかね、お面ですか、ヒーローのお面とかを使って問題があったってことはないですし、そのヒーローショーってデパートの屋上とかであると思うんですけども、あれが立件されるってことはね、まず考えられないんで、まあまあ節度を持ってやる分にはいいんじゃないかなというところですね。もちろん私が保証するものではないんで、あとは自己責任でございます。要するにね、こういうふうに曖昧にしか答えられないってことは、本当はダメなんだけど黙認されてる部分が多いから、まあ使うか使わないからあなた次第ってことなんでしょうね。まあそういったことでございます。まあ動画キャプチャーとかもね、結構使われてますよね。まあこれは現実的にそれを全部ダメにするっていうことはなかなか不可能なんですけども、そのうちやっぱりダメになるんではないかなとは思います。で、今回の動画の総評なんですけども、まあ非常によくできてるなと思うことがあります。で、一つね、今度プラスアルファで何かね、私の方から言うとすれば、来週の目標みたいなの掲げたらどうですかね。例えば今回、体重が 400g 減っていたっていうことになります。で、ウエストが 2cm 縮んでましたよね。それを踏まえて今度次の週は体重を 1kg 減らすぞとかね、ウエストを 4cm 減らすぞみたいな宣言をして1週間取り組んでいくってのはいかがでしょうか。それではまた参考にしていければ幸いです。それでは失礼します。